決勝レース終わりました、結果はリタイアというところなんですけども、まず今日のウォーミングアップ練習走行で昨日改善したかった予選でフィーリングが悪かったのでそこを改善して、改善したセットアップを しました。でフィーリングとしてはしっかり、治っていて決勝に向けて非常に楽しみな形で決勝に向かいました。でレーススタートして最初は少しタイヤを温存して、300が、集団が来た頃に、タイヤを、まあ、酷使するってわけでもないですけど、まあ、プッシュして、前の車2台自力で抜いて、であとはその前でそのなんだろうなスピンとかもいろいろあったんです。助けられて10位までは、一時上がったのですが、その頃には、路面とタイヤのマッチングが悪くなってしまい、そこからさらに上位を目指すことはできなくなりました。で後半国本選手にこう、交代して、レースをしていたんですが、まあ、タイミング悪く、まあ、500との接触なんですけども、当たった場所が少し悪くて本当に運が悪い、当たりどころがピンポイントでちょっと弱いところに当たってしまってボンネットが外れて、あとまあそこから修復が不可能ということで結果リタイアとなりました。最終戦ということで、なんとか良い結果を出せるようにと思って頑張ったんですけども、昨日も今日もうまくいかず非常に落胆していますが、まあ、これも悪い時も いい時ばかりじゃないのがレースだと思っているので、ここはしっかり受け入れて前に進んでいきたいと思います。今年のオフシーズンの間に開発テストなどいろいろして、また来年の開幕戦で強くなって帰ってきたいと思います。で来年こそはシリーズチャンピオンを目指して頑張りますので、応援来年も引き続きよろしくお願いします。1年間ありがとうございました。